何でここスイッチのままこっち側こっち側にしよう。だから自分の身体をどこまで認めているかによるってことなんですね。何言ってんだろうって思ってる。でもそれが全てですよ、本当に。だから抽象論を語ってる感覚はないんですよね。で身体感覚を語ってる感じでもないんですよ。空間を意識してるわけ。だからメガネを、あ、なるほどメガネ、あ、Tシャツね、あ、背中ね、胸を持つっていうことを建前に僕を感じたいわけ。僕を信じたいわけ。僕をリアリティを持ちたいわけ、身体感覚として。こっちよりも僕の手の方がリアリティなんだ、こういうふうにします。そしてね、こっち動いてきた。僕が信じた。なんで英語使を出したんですか。それをそこじゃなくってってやってるわけ。そっちだねーってやってるわけ。人差し指を出すと実は人が反応するじゃないですか。ほら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 。だからそれをこう触れてるとこう、そっちじゃなくてあっち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 ってやってるわけ。押したらほら感じるでしょ。だけど押す前からほら、そう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 、感じるっていうのはそのこれはあなたに近づいてるってことを視覚で確認してて、脳があここに実在してるよねって、それを感じたいよねって、触れなくたって一応感じるわけですよ。毛生えてないってことは感じ、テレパシー感じたいってことで、それをここをそっちってやってるわけ。で皆さんがやるのはこういうふうに肩が乗る感じですよ。こうやるから日本人はこうでしょ。こっちが前に。こっちが前に。僕のここを切れるんだけど。ここは赤ちゃん。後ろの声。消えちゃった。
考えます、うん、あげない代わりにほとんど全部これあげる。でこれをあげて、でこう全部あげる。あっ。早すぎない。